ギルバート・ホワイト・ギルバート・ホワイトは、18世紀、イギリスの牧師、博物学者。ウェイクス総1720年、ロンドンの南西約80キロに位置するハンプシャーの、小村、セルボーンに生まれる。家庭教師に学んだ後、オックスフォードのオリオール・カレッジに進む。1746年に、事の命を受け、以後、ハンプシャーとウィルトシャーでジョニー司祭を務める。 1758年に父が亡くなるとホワイトはセルボーンに戻りウェイクス層に定住。1763年に正式に相続。1784年に第4代のセルボーン副生涯、独身を通し、1793年に死去。セントメアリー教会にその破壊を訪ねることができる。生前の姿については肖像画が残されておらず。 姿勢の良い痩せ型の風。ホワイトはセルボーンで副牧師を務める傍らで少年時代から興味を持っていた博物学の研究にほとんどの時間を費やし、その成果を約20年間にわたり、博物学者のトマス・ペナントとデエンズ・バリントンに送り続けた。ペナントラとの親交はギルバート・ホワイトの弟ベンジャミンが博物学書の出版を手がけていた関係から始まった。 ものである。そして、ペナントとバリントンに届けられた書簡をまとめ、1789年にベンジャミンの手によって出版されたのがセルボーンの博物誌である。幽霊な文体と鋭い観察眼とを兼ね備えたセルボーンの博物誌は、博物誌の古典として今日まで受け継がれており、たとえ英国が滅びても本書は永遠に残るだろうと称えられることもあった。その特徴は、 当時の標本主義の博物学とは対照的に、鳥や植物、昆虫などの生態や自然景観の観察を、当時の歴史や山彦、人形、田舎の名神といった風土と共に記録した点にある。18から19世紀には牧師らが、その居住地域の博物史をまとめる習慣が流行したが、その中でホワイトの著作だけが古典となったゆえんでもある。また、文学史上は、 清掃から身を引き自然に遊ぶ陰性者の随想として、アイザック・ウォルトンの長魚大全と双壁をなすものとも評価されている。セルボーンの博物詩に見られるようなホワイトの著述スタイルは生態地域主義とも呼ばれ、ネイチャーライティングの起点をなすものとして評価されている。さらに、イングランドにおけるエコロジームーブメントの先駆的存在としても認められており、 その著作は英国において最も多くの版を重ねる書の一つとなっているほか、学術界では現象学の立場に立つ場所論の視点からもしばしば参照されている。アメリカの博物学者、ジョン・バローズが博物詩を読んだらセルボーンの村を見たいと思ったと述べているように、今日のセルボーンはホワイトの名声により、博物詩の愛好家たちの聖地となっており、多くの セルボルニアンを生み出している。中でも、ホワイトが生涯のほとんどを過ごしたウェイクス層が大ツメモリアルトラストによって当時の内装が維持された博物館ギルバートホワイトハウスとなって公開されており、多くの人を集めている。ウェイクス層にはセルボーンの博物誌の元原稿が展示されているほか、建物の裏庭にはホワイトの描いた花や野菜、樹木が植えられている。 G. ホワイトは植物の学名で命名者を示す場合にギルバートホワイトを示すのに使われる。山内義夫役、セルボーンの博物誌、樹学文章訳、セルボーン博物誌、黒田町子孫が、ありがとうございます。